それで、ハトさん、聞いてる？あ、はい、聞いてます、聞いてます。それで、何でしたっけ？そうそう、お祭りなんだけど、お柱様っていう神様を祀ってるんだけどね。お柱様？どんな神様かはよくわからないんだけど、大きい御神木が祀られているそうよ。はあ、御神木。それがまた山の中にあってね、そこに行くだけで一苦労なんだそうよ。山の中ですか。だからお参りに行く人なんてめったにいないし、そのせいで内容が知られてないのかもね。山の中のご神木。御神木ってどこにあるんですか？
休憩終わり。多分あとちょっと。僕の顔がどうかしたのかい？その人のことは言えないんだけど、こんなところに人が来るなんて珍しいからね。Thank you.
もしかして道にでも迷った？え、そういうわけじゃ。地元の方ですか？そう。いや、昔はこっちに住んでいたんだけど、今は違うよ。そういうことを聞く君は？私もよそから。なるほど。それじゃあ知ってるかな、もうすぐこの土地のお祭りがあるんだけど。あ、はい、泊まっている旅館のおかみさんに。僕はその関係でちょっとね。あの、つかぬことをお尋ねしますけど、千葉うずきさんをご存知ですか？千葉？どうしたんだい？今の質問忘れてもらえませんでしょうか？そう言われて忘れるのは難しいかな。今ので余計に印象深くなったし。ですよね。振りでいいならできるけど。やっぱりいいです。いいんだ。はい。ところで、さっきの質問なんだけどね。あ、はい。君の方こそ、その千葉うずきさんとはどういった関係なのか、よければ教えてくれるかな。私ですか？名前を出してくるぐらいだから、全く無関係ってことはないよね。その、関係って言っても、泊まった旅館がたまたま一緒だったってだけですから。たまたま？ほら、ここってあんまり泊まれるところがないみたいじゃないですか。それに私たちぐらいの年頃の人もいませんし。それじゃあ君は千葉島の人間じゃないわけだ。ああ、千葉は地名でもあってね。何しろ土地に住んでいる人のほとんどが千葉の姓を名乗っているぐらいだし。へえ。かくいう僕も親戚つながりでね、一口で言えるほどには近くないんだけど、彼女とは遠縁にあたるんだ。つまりはあなたも千葉さん？僕はケイだよ。あれ？ん？そんなに変な名前かな？いえ、私も K なんで。それはまた。奇遇ですね。あと K です。ハト K？
全国的に山田さんを圧倒して多数を占める佐藤さんの佐の字を千葉さんの場の字とお揃いにして波藤です。K は将棋の桂馬の K で、あれどうかしました？いや、別に。円珠の花びらはよく蝶の形に例えられるね。円珠？鬼の木と書いて円珠。この木の名前だよ。鬼の…こんなに綺麗な木なのに？こんな木だからだろうね。アゲハチョウ、今でいう華やかな門の蝶だけでなく、羽を立てる蝶をみんなそう呼んでいたらしいけど、アゲハチョウには鬼車という別名があってね。それらが魂の乗り物と言われているからなんだろうね。中国では鬼という字は鬼と呼んで、死者の魂のことを指しているんだ。魂を運ぶ蝶の形をした白い花。北の地に住む人たちにもね、死んだら蝶になるという伝説がある。彼らは円珠を魔除けの木としていて、死者を弔う墓標としても使っていたんだよ。魂が迷わずに蝶に変われるように？それはどうかな。だけどこの御神木は君の言う通りの意図を持って植えられたものだよ。帰ろうとしないある魂を蝶の形に変えて散らそうとしているんだ。そうか、あの夢。夢？